ではですね、14週4月1日から5日までのテクニカル見通しの方をお話していこうかと思います。この通貨強弱のグラフを見ていくとわかるんですけども、3月のスタートってのはこのように、アメリカのドルもね、日本の円も同じようなところからスタートしました。で、月の前半には強弱がぐーっと広がってですね、そしてここでクロスして入れ替わるのが、3月の半ばちょっと過ぎたあたりです。その後同じような割合で推移するわけですけども、日米の通貨強弱の立場ってのは全く入れ替わってるってことになります。そうですね。日本の円がさらに安くなっていくって、そんな流れになってますね。まあテーマはね、大きく152円の防衛ラインってやつですよね。もう今までもサイドサイド意識してきた、この昨年から続く円安152円の防衛ラインですけども、ここに達するか達しないかの時に、いつも口先介入や実際の介入が起きていたってことになり、その今回は3度目ですよね。もうすでに口先介入はあったわけなんですけども、こちらとこちらとこちら。この152円はね、超えることが、とりあえずはないんじゃないかなと思います。この152円を超えると、まあ、あるね、経済評論家の方が言ってらっしゃいましたけども、ドルと円の総量、この歳出量で計算すると、160円がギリギリだっていうふうに言ってましたね。まあですんでね、私もそのように計算したんで、確かになと思ったんですけども、まあ160円を超えて、ドル円がですね、161円とか165円とか170円とかになってくると、もうこれは人類が経験したことないような理屈がつけられるんだと思います。はい。で、何してもテクニカルでお話していかないといけないんで、これはですよ、アセンディングトライアングルってことになりますけども、まあ、何度もお話してますようにね、これだけ大きな時間軸、月足になってくると、あんまりテクニカルって働かないんですよ。どちらかというと、ファンダメンタルが重要な要素になってきますので、そういった情報をね、取りながら、今回152円防衛ラインというね、まあ一定の枠組みを、まあ先入観として持っておきましょうということになります。次は週足を見ていきます。週足なんですけども、こちらですね。同じようにアセンディングトライアングルの形ですよ。形は持ってますけども、ここを破って上に行くっていうことはね、なかなか考えられないんじゃないかなと思いますので、まあ下に反発することをね、なんとか目論んでいきたいかなと。あともう一つはテクニカル的な解釈をすると、この図はですね、上にドーンと突き上げて、で、半値ほど戻して、もう一回上に突き上げて、それがまた半値ほど戻してっていうことを繰り返してますんで、今度も半値ほど戻すのかなってところ、このあたりまで、147円まではあり得るのかなと思いますけども、まあでももしかしたらもう一旦ね、もうここで行ってますからね。もうちょっと戻しますよ。こういうふうに解釈することもできるわけですよ。147円まで行きましたんで、次はここまで、149円とか150円弱まで戻っていくのかなっていうところはね、まあ考えられなくもないかなっていうところです。はい。では、日足の方ですね。次は日足を見ていくことになります。まあご覧のようにもうボラティリティがものすごくちっちゃくなってきているのが伺えます。この小さな151円611からね、151円065あたりまでの、まあ、55ですね。50とか60みたいな形のレンジになっています。まあ、こうなってくるとですね、なんか、値動きがそんなに取れないんじゃないかなというふうな、まあ、ある意味ね、釣り合った状態になってますよね。上昇する、まあ、テクニカルの、動きとですね、それから警戒して下に押し下げる圧力が、まあ、ギュッと凝縮されて、ここに押し迫っているということになります。で、4時間、1時間を見ていくと、これはもう月曜日に関わってくることなんですけども、日銀短観によってこれがね、どっちに誘導されるかってところになってきます。もうそれだけですね、シンプルに。1時間も同じなんですけども、ただ見るだけ見ておきましょうか。1時間も、13週の終わりにはね、この30っていうレンジが出てきて、さらにはレンジインレンジって形は見れたんですけども、月曜日の8時50分、日銀短観、大企業の業況判断指数によっては、これが大きく壊れて、また14週は新しいマーケット、新年度のマーケットが作られるってことになりますので、そちらの方を注視しながらね、月曜日をフルに使っていきましょう。